今回は、ビデオクリップをプロジェクトに付け加える際に、自動的にその大きさをプロジェクトの設定に合わせて、切り取る方法について説明したいと思います。これは、前回見たように、このクロップアイコンをクリックして、そして、これをこのように、クロップするという方法と同じです。これを、このイベントブラウザーからビデオクリップをこちらに付け加える際に、自動的に行おうというわけです。それを行うには、例えば今これは16対9ですがの画面ですので、4対3のビデオクリップでしたら16対9に自動的に変換されます。変換されるというか切り取られます。つまり、横長になるわけですので、4対3の場合は、上下の部分が切り取られるわけです。これを決めるのがこのイニシャルビデオプレイスメントというところです。これをクロップにしておきますと4対3の上下が切り取られて16対9になるわけですが、そうしたくない場合、例えば16対9に切り取られた部分に重要な部分が入っている場合には、例えばヒットインフレームを使います。そうしますと、16対9に4対3を、取り込みますと、横幅が余るわけですから横幅の部分にこういう、帯ができるわけです。逆に4対3のところに16対9を持って持ち込みますと、上下に16対9を中に入れるために、上下に4対3の画面の上下に黒い帯ができます。今ビデオクリップのが、2つの種類のビデオクリップで撮ってませんので、こちらの写真で行ってみましょう。今ケンバーンズやクロップを選択しましたが、これをフィットインフレームにしましょう。そうしますと、どういうことなのかよくわかると思います。今フィットインフレームにしましたので、写真を取り込んでみましょう。写真を取り込むには、例えば、ここにある写真と同じ写真を取り込んでみましょう。これですね。これをここに取り込みます。そうしますと、フィットインフレームですので、このように、この写真全体を取り込むことができるんですが、この16対9の画面には、画像には合わないので、左右に、帯ができます。これ、クロップで設定していたわけですから、クロップで設定したときに取り込んだ画像はこのようになるわけです。つまり、この左右の帯はなくなりますが、その代わり、かなり大きな、切り取りになるわけです。詳しく見てみるには、ここを、クロッピングを、クロッピング鍵盤算とロテーションを選択するか、あるいは、C を選択しても大丈夫です。あるいは、このクロップを選択します。こう見てみますと、このように、本来、こちらと同じ大きさの写真が取り込まれているわけですが、ケンバーンズが選択されているために、あるいはクロップでもいいんですけど、こちらを選択しても全く同じことになります。これを、フィットに選択しますとこのようになります。フィットインフレームになるわけです。ですが、最初の初期の選択、初期設定がケンバーンズでしたので、このようにこの写真のこの部分のみが、選択されたわけです。手動でまたこれをフィットインフレームにすることができるんですが、いろいろ付け加える際に、全て手動で行うというのは非常に難しいので、最初にこのファイル、プロジェクトプロパティーズからこの写真の取り込み方をこのように鍵盤図に設定しておくわけです。イニシャルビデオプレイスメントもクロップにしておけば、きれいに画像が帯が出る、黒帯が出るということはありません。フィットインフレームにしますと黒帯が出ます。このようにしておけばこのように、左右に黒帯が出るので、やむを得ず、これをクロップするという必要が、なくなるわけです。このようにしてはこれと全く同じになるわけですけど、初期設定でこのようにどんどん取り込む場合に、どうしても、この部分が、鍵盤図にしておいて、クロップにしておいた方がきれいに取り込めるということになるわけです。